はい、皆さんこんにちは。レナです。ダカです。エリキブログです。今日は新潟の2日目です。今からちょっとだけハイキングしようと思います。ハイキングじゃない、早速散歩だ、ね、行きましょうか。はい、行きましょう。今はナエナ滝に向かってます。わあすごい、めっちゃ水出てる。はい、滝じゃないよ、これじゃないよ、もうちょっと歩かなきゃいけないよ。この橋もすごいね。ああめっちゃワンワンワン。迫力がすごい。はい、ということで山道に突入。すごいよ。ということでもうちょっと滝の近くまで行ってみたいと思います。さっきより道がめちゃくちゃ細くなってるよ。そう、やばいよ。はい、ようやく車まで戻ってきましたね。オープンするよ。はい、ということでレナさんの運転で出発します。とりあえず今山の方走ってるから、こっから海の方にドライブで向かいたいと思います。オープンカーのドライブはどうですか？私は助手席の方が好きだよ。オープンカーめっちゃ気持ちいいね。ねえ、やっぱ今日晴れてて秋になって涼しくなってきて、ほんとオープン日和。うん、レナの髪の毛を見ればわかるけど髪の毛がボサボサです。風が巻き込みがすごい。めっちゃ気持ちいいよ。着いたよ。高速降りましたね。親知らず海岸。気持ちいい。スポーツカーだね。めちゃくちゃ気持ちいい。でも海岸あるじゃん。あ、でもなんかこう荒い石の海岸だね。砂浜って感じではないじゃないね。ちょっと見よう。すごいね。わ、強っ。気をつけてね。後ろから押したら殺すよ。こうツーンと押すと打ち切れることになるよ。またイエス。覚えてる？覚えてる。だから殺すよ。あ、でも綺麗だわ。もう多分あれ急に深いと思うよ、そこ奥。
か波が引いてく時の石がカタ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 っていうのがすごい、ああそう、本当にここでこうリラックスができそう。おい死ぬぞ、窒息して死ぬぞアホ。何を口の中にビニール袋まで入れて死ぬよ、危ない。お腹いっぱいになりましたね、カニで。めっちゃお腹いっぱい。今お昼ご飯カニを大量に食べて食べました。ということで別の動画でねカニを食べてるのでぜひチェックしてみてください。めちゃくちゃ美味しかったし、楽しかったし、おすすめです、ね、新潟に来るときはぜひ寄ってほしいので。でもこれやばいよ、手がカニになったよ、こうくさくっさ手空港に戻ります。新潟はもう終わっちゃった、ね、くさということで長旅でしたけど新潟市内まで戻ってきましたね。人生初のスタバドライブスルーだよ、うん、まさか新潟でねスタバのドライブスルーにオープンカーで来るとは思わなかったけどそうだね、オープンカーでもまたいいよね。そう、最高じゃん。皆さん、はい、スタバのドライブスルー行ったことありますか今の時期は10月ということは秋、なんだ、栗パンプキンスパイスラテとか、それかマロンなんとか栗フラペチーノとか、あ、何があるか、何にしましょうか。あ、今期間限定のなんか飲み物って何になってます？ただいま。あ、じゃあ焼き芋フラペチーノを一つ。あ、完売したんだって。じゃあ、ダークモカチップフラペチーノのグランデでお願いします。ということで定番のダークチョコ、ダークモカチップフラペチーノ。カナダに留学した時に毎日飲んでた。しかもなんだっけ、グランデ、グランデじゃなくてベンティっていうサイズ、これぐらいよ、カナダのやつ。あれ本当にデブになってないのがすごいよ。あ、でもカナダ行って10キロぐらい太ったよ俺。ああ、それだったよ、1年間それだった。絶対に神様のグランデ。はい、はい、ありがとうございます。やばいよ、手が空いてなさすぎて俺も手空いてないよやばいよ。でそれで運転しようとするんだね。はい、貸して、はい、ストローをぶさして、あ、おいしい。はい、はい、ということで新潟空港戻ってきました。はい、ここで FDA 富士ドリームエアラインズでチェックインしなきゃいけないですね。あ、こっちね。はい、ということでチケットもらえました。ひとっとび、ちなみに4時50分の飩行機で今4時30分、まあまあギリギリでも国内線ってこんなギリギリでも間に合うんだね。そうだ、15分前にチェックインすればいいよって言われるのが、なんか、ね、今まであんまりそういうのできない国内線で乗ったことなかったからなんか海外のノリでいうと2時間前じゃん。ああ、そう、もうまあまあ焦ってるからね気持ちはあれ、お土産買う暇ないよね。あんまない、もうギリギリ。そうだね、新潟意外と良かったね。そう、また来たい、ご飯美味しい、ま、本当にご飯美味しい、もう本当に満足した、この2日間なので、私たちは今から飛行機に乗って名古屋に帰ります。この動画が楽しかったならぜひいいねボタン押してください。チャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次の動画で会いましょうね。バイバーイ。相変わらず手がめっちゃカニ臭い。え、そう、もうこれは取れない、今日の夜まで。あ、しばらくカニ臭いだよ。そう。